吉村正持大正4年一1月21日は、三正坂国上福田出身の勤労の志士で、神道家。号は、ひす。字は、ひとし神宗教初代館長。医師、吉村康春の次男として、三正坂国上福田に生まれる。母は、新見藩士、小山関西の三女ルの養名は、ケンスケ。校2年9月19日。 6歳の誕生日に、祖母、カズノリコに連れられて、陳樹の御霊神社に参拝すると、吉村氏は、大中富の後栄にして、神道の家系に属し、維持図潜在不伝の神道を継ぎ、これを天下に明らかにすべしとの信託を祖母が受ける。火永2年5月、一陣家を出て、数十キロを歩き山田報告を訪ね弟仕入りをこうが、親に行き先を告げずに出てきたことを理由に悟され、 一晩泊まった後に手紙を渡され、上福田に返される。翌火影三年には、晴れて、両親の許しを得て、新見藩を藩主、丸川松院の孫、丸川義蔵につき三年にわたり、国学、漢学、そして、創術、剣術法化を学ぶ。火影六年より、張間国派や田藩の孔の鉄兜に入門し、死文、経史を学び、同時に、国書、 和歌を習う。安政四年京都に登る。京都では、親子ほど年の離れた柳川聖岩と親しく交流しながら愛され、堀川の伊藤家につき、人才の古学を学び、春日千安、藤井竹貝、家エと松、江マ前・アマ山田梅東、板倉円樹道、山中誠一、宇田立園、大三木三郎、月賞商人らと交わり、これらを主として多くを学ぶ。 安政の大獄が始まる、直前の安政四年に政持のもとにも、幕府の追手が及ぶが、それを察知し、倉間山に逃れる。倉間山では、油屋の主人、湯口徳兵衛の助けにより、雪神社の拝殿に身を隠して生き延びる。この時、六歳の時に祖母に連れられて鎮守へ参拝に、出かけた際に信託を受けた時の光景が突如として、完全に浮かび、 自分の使命が浸透化を目指すことであると悟る。維新後、勤皇の志士たちが主観する中、孤児を続け故郷に戻り、学校を建てようと考えていた正持は、それを、西郷隆盛に打ち明けると、そんな引っ込み事案は止めて、教部長で学校を建てようと思うから手伝ってくれと、勧められ伊藤博文の説得に負け、主観を考えるようになる。当時、交流のあった林鶴良、 安井側権だが、正持が神道に精通していることを知り、仁義館への報職を進め、明治2年に仁義館に勤めるようになる。明治6年、仁義館は仁義省に代わり、神仏合同布教のための大教員の設立の話が持ち上がるが、神仏合同布教は油と水を混合するようなもので必ずや分離する、として正持はこれに強く反対。 しかし受け入れられないために、神儀賞を去り、神宮に奉職する。大教員設立より、半年後には、新州の僧侶を中心に、神仏合同不況を分離させる活動が活発になり、明治8年5月3日大教員は解散となる。これを予見した正持は、諸教生と図って、日部屋の神宮寺町東京を出張所内に、新党事務局を設置するために尽力し、 大教員が瓦解すると同時に、神道は事務局に移り、その離散を免れた。神宮に奉職すると、最終、この江戸田房、本庄宗秀等と京都、大阪、福井、新潟を中心に、神道の布教伝道を行い神宮教会、説教所である、神風校舎の設立に尽力する。その後、神宮では、水道課長、常務課長を歴任し、 特に最初、国の宮朝彦新王と大宮寺、田中頼常と相談しながら、当時数十万円と莫大だった神宮の財務を3、可燃の計画を立てて焼却した。この財務改革にあたっては、反対する者もおり、政持の暗殺を企てる者もいた。神宮寺長東京出張所を設立し、明治9年6月より所長となり東京詰めとなる。 明治13年9月2日、達田神社宮寺の事例が下り、神宮から転出。しかし、神官と共同職の分離例の発令を予知し、着任せずに、東京に残り、神道、神宗派を設立する。ありがとうございます。